時間は8時向かい始まりました、亀井久志のカメラジオ、通称カメラジー。今日もここ FM 小田原の欅通りスタジオより 87.9MHz の電波に乗せお送りする60分間、パーソナリティー私ライブハウス小田原シャレードで店長をしております亀井久志です。そして今週もゲストが遊びに来てくれました。今週のゲストは青坊主田中雄一くんです。どうも。低い低めから来た。いや、なんか始まったら、意外と亀テンション高かったからいやいやちょっとなんかムカついていや、ここ近年なんかちょっとハッピーに話そうっていう心がけをしておりました。あ、そうなんの。そうですね、なんか意外と暗くなっちゃうかなと思って。もう今ちょっとハッピーだったから、はい、バランス取ろうと思って。まあ、徐々にこれのねテンションのすり合わせをしていければ。あ、そうですね、いいなと思いますので。あ、オッケーオッケー、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、とりあえずいつものコーナーだけ行かせてください。今日は誰の誕生日。はい、聞いていただきました青坊主でレタスでした。はい、改めまして、田中くん、よろしく。今年もよろしくお願いします。よろしく。明けましておめでとうございます。そうですね、カメラジーは収録番組なんですよね。そうですね。なので今日は2月の7日なんですけれども、うん、全然まだ新年明けて実際はね今 ね1週間ぐらいの時なんですけれども、はい、ね、まあ嬉しいですよ、今年もこうやって遊びに来ていただいて、これと毎年のように来ていただきたい思いはあるんですけれども、うん、なかなか忙しいのもありつつで、うん、2年3年ぶりぐらいだと思う。多分そうだと思う。うん、なんかうちのメンバーでもちょくちょく FM 小田原にはなんか出たりとかしてる、主に拓郎くんですね。かな、うん、拓郎くんが、うん、メタルの番組に出てますよく。あ、なるほどね、はい、専門家だからね。ボーン専門家ではないけどナチュラルボーンスクリーマーだっけ番組で。そうだね、ギョリ君、ね、の番組によく出てますけれども、はい、ゆういちくんは僕とねこの足腰グループを。そうだね、なんか割とやっぱその小田原の空気感を確認するために来てるというか、はいはい、このスタジオもいいっすね。はい、もう久しぶりやっぱ小田原に来る。で今ね、お住まいは小田原ではない。そうだね、まあ、神奈川県ですが、はい、はい、ですが、まあ生まれ育ったというかこの界隈ですもんね。そう、もうめっちゃ、はい、もう保育園から、はい、小学校から中学校から全部もうここ通って通ってるね。ちょうどここ来る車の中でも、あ、このビデオ屋潰れてるねみたいな話とかねなかなかやっぱ昔のお話もね、うん、できる、青坊主ギター田中雄一くんですけれども、ね、はい、改めまして、バンドの紹介を僕からしようかと思いますけれども、お願いします。小田原出身、はい、まあ、都内を中心に全国で活動しております、はい、ロックバンド青坊主、はい、その通り、フォーピースバンド、その通り、4人ですね。待ってる。ボーカルホジーくん。そうです、はいそりゃそうだよね、はい、で今日来ていただいてるのはギター田中雄一くん、はい、でベースの藤森慎一くん、はい、でドラムの渡辺拓郎くん、はい、渡辺拓郎くんだけは松田町出身そうだね、ローカルニュースとしてこの辺 の、はい、定義としては一応言っといた方がいいかなっていう。そうですね、小田原と松田町の違いには、まあまあ、もう東京の方行ってしまうと小田原一括りとして俺ら紹介しちゃうんだけど、はい、そうですね、ローカル情報としては、あ、松田知ってる知ってるって、ね、厳密に言うと松田ですね、はい、最寄りは新松田駅新松田駅そうです。でメンバー4人は同級生。そうです。ですよね、メンバー4人、もう俺とベースの藤森は保育園からの、はい、保育園、小学校、中学校まで一緒。一緒、はい、うん、でちなみに僕も小学校は一緒。一緒だね、足腰ですね、同級生ね、はい、そうで、ボーカルのホジーとは高校で出会って、はい、でドラムタクロとは俺は同じクラスだと、同じ高校だもんね。そう、うん、っていう、もう全部近所ですね皆さん。そうです。でだからその地元の音楽仲間というかバンド仲間みたいなところから、うん、まあ、結成が高校2年3年ぐらいですかね、はい、はい、何より、うん、一時期ドラム亀ちゃんだったからね。あ、そうです。僕は、まあ、言ってしまうとその、はい、オリジナルメンバーといってはあれですけど、はい、一番最初の頃にいたのは、まあ、僕で、うん、多分正式にこの青坊主という名前になったのは、うん、2000年と記憶してますね。なので高校3年生が2000年なんですよ、うん、で、あ、じゃあそうだね、そうですね、高校2年生の頃はブルーボーズという、はい、ブルーハーツのコピーバンドをやっていたので、はい、だから青坊主という名前がなったのは2000年、うん、すごい、今年2020年だからね。そうだね20周年ってことですよね。20周年、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、20周年ですけれども、はい、そんな、まあ、青坊主の活動というか最近の、情報とかも聞きつつ今日はねお送りできればと思いますけれども、はい、まあまあ宣伝としてはツアーをやってらっしゃいますね今ね。うん、あ、ね、それはバンドというよりは、はい、俺とそのさっきの高校の同級生、はい、ホジー君と、ホジー君、2人で弾き語りでね、はい、やってるんですが、ね、年明けからやられて、年明けという28日か、はい、から開催、されておりますホジー&田中雄一弾き語りツアー2020、うん、半月酒場、そうです、阿波紬の旅、その通りです、紬、
アワーつむぎ、その通り。いや、漢字がギリ読めないと思って。つなぎ、つむぎ、つむぎね。一瞬難しいかもしれないね。アワーつむぎの旅に出ている最中で、はい、まあ、それのまあ宣伝といいますか、はい、で来ていただきました、はい。よろしくお願いします。喋る。喋ろう。そのことについて喋ろう。トークテーマ1個目。うん。青坊主ツアーと、ほじたなツアー、違う、それ来週だ。うん、頼むよ。2020年になりましたけれども。来ましたね、はい。2020年にやりたいこと。やりたいこと、うん、前回ね、雄一くんがカメラに出てくれた時に、多分そのやっぱ新年出てるから新年の抱負的なのをね、言ったかな、聞いたんですよ、はい、でそれで覚えてるかどうか分かんないけど、映像を作って、なんかその出したいみたいなこと言ってたのね、最近よくやってるよね、その映像、そうだね、出してるっていうか、その販売してるわけじゃないけど、なんだろうな、まあ、ツイッターにアップしたりとか、はい、あとうちのファンクラブサイトみたいな、はいはい、直接サイトね、そうとかで見てもらうように、うん、バンド あのライブのこうなんだろう、裏側とか、はい、ライブ映像とか、うん、そういうのをこうまとめてこう編集してっていうのをやって楽しいですね、うん、そういうのってあのファンはすごくやっぱ嬉しいというか、特にその裏側が見れるっていうのはね、あ、そうなんですかね、うん、やっぱだってステージ側から その絵でもやっぱ面白いもん、うん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 、僕はあの自分がドラマーなのもあるんですけれども、うん、ダクロ君もやっぱ映像出したりするじゃないですか、そのドラマー視点というか、あ、ドラムカムみたいな、そうそうそう、ドラムカム系多いよね、ドラマーね、うんうんうん、うんうん、とかもやっぱ見てると楽しいし、そうだね、うん、それこそそのなんか移動中のちょっとした会話というか、うんうん、ちょっとあのふざけてるほじくんみたいなのとかも多分ファンは嬉しいから、あ、そうなんですか、いや嬉しいでしょうよ、いや、なんか分かんない、どこまで出していいのかは分かんないんでそうね、あ、まあ嬉しいんだったら、うん、まあ良かったですけど、ね、いや、やっぱファンが喜ぶことはね、率先してやっていきたいし、それがね、ゆういちくんのやりたいことと重なってるのであれば、うん、一番いいなと思いますけれども、面白い、面白いですよ、すごい。さあ2020ですけれども、はい、すっごいね、この2020っていうその字面のさ、うん、未来感っていうかあ、そう、あ、そういう意味で、そういう意味でね、車飛んでる、なんかおかしいよね、飛んでる、まあ、ドローンはドローンはね、うん、そうだね、令和2年ですからね、うん、令和ってどう思った、令和っていうその言葉の響き、うん、パッと出た時に、いや、なんか好きだなって思ったよね、よかったよね、よかったよ、思いのほかよかったよね、なんかすげえつるっとした言葉だなって思って、あのラ行を持ってくるっていう、あ、そう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 、ほら頭文字がさ、うん、なんか被らないようにするってあったじゃん、平成とか昭和 S とか H とか、うんうん、だからまあそれ以外のものです多分探したと思うんだけど、うん、でしかも昭和の和を使うっていうちょっと攻めた、そうだね、ちょっとなんかこう転動してるよね、そこ行ったんだみたいなのはあるよねで、なんかその本来であれば2文字とも変えたらよかったのに、その令和の令もちょっとなんていうの、あれ、うん、あれ何、号令の令、そうだね、号令の令、うんうん、あんま意味分かってないけどラ行、ラ行がいいんだよな、いや、いいよね、うん、うん、まあ、ゼロ、青ボズゼロって曲があったりするんで、あ、そっかそっか、なんか令とかそういう数字を連想するような響きもなんか好き、すごい、なんか新たな未来の始まり感もあるし ね、未来感あるもんな、うん、そんな2020年、はい、オリンピックイヤーの今年ですけれども、あ、そうね、俺なんか今オリンピックって言われちゃうと、うん、ちょっと関連してる気がしてきちゃったけど、はいはい、あのね、うん、なんか最近よく走るの好きで、ランニングしてるので、走ってんの、はい、すごい、そうそうそう、いいな、いや走りたい、僕は、あ、そう、走りたい思いはある、お、あ、その頭の中でね、走れない、なんで、やる気がない。いや、あれよ。いや、走りたいんですよ。走るのなんで簡単じゃん。走ればいいんだもんね。そう、あの、だからそれを、はい、うん、フルマラソン走りたいなって。フルマラソン。走れんの？どんぐらいしてんの普段？普段は、はい、20キロぐらい。20キロ。そうだから結構走るよ。約ハーフマラソンじゃないですか。そう。いや、僕多分、うん、5は無理だ。そうね、1キロぐらいだ、あの、シャレードの周りの公園走って終わりぐらいがちょうどいいなと思ってるいや20はなかなかだね、そうそう、あのやっぱライブで結構わーっと動いたりするじゃん、はい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 、そうで、あれをなんだろうな、うん、なんか普段ほら割とさ、家でギター弾いたりとか、うん、作業したりしてるやつが、はい、いきなりあの動きやると、うん、なんか大丈夫なのかなって思うようになってきて、まあまあ我々もね、それこそ20周年ということでぼちぼちね、そうそうそう、例は重ねてきますからね、まあ、だからそのなんつうのかな、そう、緩急がやっぱなるべく、はいはい、普段からなだらかになってた方がいいんじゃないかと思って、はいはいはい、走り始めたんですが、なんか昔からね、うん、ランニング、あの俺高校が、はい、あのそランニング高校で出たランニング噂の噂は聞いてますよ、そうそうそう、なんかね、うん、生徒にね、はい、
あの20キロぐらい走らせたのかな。なんかマラソンあるでしょ。あるある。恒例行事で。マラソンがうち有名な高校なんで。ね、そうなんだよ。知ってる知ってる。そうだから秋になると、うん、あのまあ俺もタクロもやったんだけど、うん、もう体育の授業がねずっとマラソンになっちゃうわけ。マラソンのさ準備をさ、うん、はい、1ヶ月とか以上かけてやって、で本番に迎えるみたいな高校だから、うんうんうん、そうってのがあってちょっとマラソンには耐性があったから、うん、やってる。結構結構ミュージシャンとかね走られて体力作りでね走ってる方とか。そうだね。あと、うん、気持ちいいっすよ走り始めると、最初はあのなんだろうな辛いんだけど20分ぐらいしてくると、うん、だんだんなんかこう体が滑らかに動くようになってきて、なんかねいいと思う。えに20キロ走るのって時間にするとどれぐらいかかるの？いやめっちゃかかるよ。俺すごくゆっくり走るので、うん、どんぐらいだろう。 2時間とか？もっと2時間以上かかると思う、2時間半とかぐらいかな、うん、でもいいよねその時間の使い方っていうか。うん、いいと思う。ずっと音楽聴いて聴きながら走るんだけど、うん、そのほらハイになってくるんで、うん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 、走ってるとだんだんね音楽とかもね、うん、楽しくなってきて、で音楽に集中しながら走ると、うん、ほぼ疲れずに走れたりするっていうか、音楽の方に集中しちゃえばいいんだ疲れよりも。なんかそういう楽しみもあったりするから。何聞くのそういう時って？ね、ロッキーのテーマ。意外なんですけどね、あのねクラシック。普段聞かないんだけど、普段聞かないんだよ。うんうんうん、普段聞かないけど、うん、そういう時に、うん、あのなんかバイオリンのこう高周波の音とかがすごくね、はいはいはい、耳にね入ってくるのいい感じに。あそうで普通にクラシック聞いたりとか、あドラクエのテーマとか聞いたりする。あのいろいろなんだね。いろいろ。いやドラクエのね、うん、ドラクエの、うん、杉山浩一式、はいはい、東京楽団みたいな あるんですよ。はいはい、あのちゃんとフィルハーモニーみたいなね、オーケストラで取り直したやつ、はいはいはい、NHK 交響楽団だ。へそれのドラクエ3の音源がめっちゃかっこよくて、うん、音もいいし、それ聞きながら走るとめっちゃテンションが高揚する、うん、いやすごくいい参考になりますね。なんか好きな、なんか僕走んないからあれなんですけど、じゃあ例えばじゃあ好きな僕ブルーハーツを聴きましょうってなっても、なんかいいんだけどもなんか違うね、普段聴かないやつ聴くのはすごくいいかもしれない。そうだね。なんか あとあんまビートがある曲聴くとちょっとなんかテンポ感というか心拍数とそぐわないと気持ち悪い瞬間があるから。確かにね、確かにね。そういうなんていうのかな、割とこう不定形な感じのテンポの曲の方がなんかアンビエントミュージックというかそういうのもいいかもしれないの方が。俺はどっちかっていいかな。ワーグナーとかワーグナーとかもいいと思います。いいよね、きっとね、はい、なんか自分を振り立たせる系だよね、うん、そうなん。じゃあフルマラソンチャレンジ、まあ、今年じゃないにしても、はい、してほしいですね、ぜひね。いやなんかね、せっかくだからやりたいなって。フルマラソンか、湘南国際マラソンとかあるよ。あ、そういう大会に出るってこと？そうそう、東京マラソンもあるしさ。そうだね。なんかほら、エントリーもうちょっとなんか横浜市民マラソンとかもうちょっとローカルだ。そうそうそう。なんか小田原とかもハーフマラソンとかねやってるイメージあるから。やってる？なんかやってたイメージは松田町とかやってるイメージあったよ。松田町か、うん、そうか、はい、でもせっかくだから小田原のやつもね、いいっすね、調べて。俺もなんか走りたい なんかやろうよ、今年走ろうかな。楽しいっすね。あのさ、うん、今年駅伝見た？あとね、見てないです。見てないです。あんまり俺あのさ靴が話題になってて。ああ、それはね、それは見た。ナイキのやつ、はいはい、あれいいですよ。いいのかな、あれ。いい。え、持ってんの？持ってないけど、うん、俺もああいう風にクッション性の分厚い靴の方が絶対いいから。あれいいんだ。で俺はあのナイキじゃなくてアシックスの、アシックスだ、同じようなそういうクッションの強いやつを使ってます普段。あのアディダスから出てるなんかは海外ではマラソンでは使っちゃいけないとかルールは出てるらしい。ブーストフォームってやつだな。多分そう。なんか結構その記録が変わっちゃうっていう、うん、一時のあのシートなんですね、レーザーレーサー的なさ、あの水着あったじゃない、はい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 、これつけちゃうとめっちゃ速くなるみたいな。ああるね。っていうのが出始めてるっぽくて、今年のなんかナイキがすごいなんか話題になってて。でもナイキのやつも若干鉄板とかカーボンが入ってるんで、あ中に ね、 そうそう、ね、黒い薄いやつでしょ。そう、少しねサポートされちゃうから今後そうなるかもしれない、うん、そしたらやっぱあのジャンピングシューズ履いてあるじゃないですか。いやいやいや、あのドクター中松違うお前もいやいや、逆にそれは記録が出ないと思うけど逆にね、うん、我々世代したらもう分かんないんじゃないかっていうね。一曲挟むタイミングになりましたけれども、はい、僕次選曲なんですが、うん、ちょっと今月、藤沢のバンドチロルという、うん、ガールズスリーピースバンドがいるんですけれども、はい、が、藤沢の市民会館大ホールでワンマンライブするんですよ。お、すごいですね。でちょっと応援月間なので、はい、チロルちゃんからコメントも届いておりますので、ぜひこの曲を聴いてください、はい、じゃあコメントお願いします。
FM 小田原を聞きの皆さん、亀井さん、こんばんは。藤沢津青春ロックバンド、ジロールでーす。よろしくお願いします。はい、聞いてきました。チロールで、茜さす街でした。はい。はい、チロール。湘南感を感じました。うわ、すごいよね。はい、で今、ちょっと曲聴きながらね、あの田中くんといろいろお話をしていたんですけれども、はい、普段はもうちょっと元気な感じというか、スリーピース青春ロックバンドっていう肩書きというか、感じやってるので、あ、そうなんですね。この曲はそのね、うん、茜さす街っていうタイトルの、そのなんていうんですかね、うん、ポップスな感じを狙ってるんじゃないかなと。あ、なるほど。じゃあ、ちょっと方向性が違って。そうですね、音が聞けるんですね、普段はもう、はい、これはちなみにその藤沢さっきも言ってましたけれども、2月の24日月曜祝日に行われる、うん、藤沢市民会館大ホールでのワンマンライブに向けて出した音源というか、うん、それがまたねなかなかすごくて、2019年12月の15日にリリースされてるんですけれども、うん、まあ、2曲入りのシングルなんですけれども、はい、参加ミュージシャンがコラボレーションしてる人たちがまあまあチューブの、うん、あおー、かっかっていうのかなメンバーが、はい、ドラムはもうプリプリの富田さんもいらっしゃる。すごいですねその湘南にゆかりがあるようなミュージシャンがたくさん参加されて、確かにね、今若干聞いててイントロとかね、うん、湘南のフレーバーめっちゃ感じましたフレーバーでしたもんね。フレーバーでしたよ。明らかに、だって田中君これかかってる時にさ、うん、何人バンドって言ってねあ、スリーピースなんだけどさみたいな説明がちょっとね、なんかツアーするのが大変そうな音像だったなって俺そうだよねそれは思ってました。まあまあ多分これはね、これ用にできた音源ではあって3人にももちろんできると思うんですけれども、うん、すごくね、いい子たちなんでね、はい、はい、ぜひチェックをして。亀井さんラブって言ってました。 ありがとうございます。もう高校生高校出るぐらいの時からシャレートとかにも来ていただいたりとか、僕の誕生日のイベントとかも出てもらってたりするので、すごく仲良くて、うん、つい、この間僕も逆に大丈夫として、うんうんうん、彼女たちもレディオショーなんで番組持ってるんですよ、うん、とかで呼ばれたりとかっていう、結構仲良しな感じ、仲良しってとしてもないんですけど仲良しな感じですね。はい、はい、ワンマンライブといえば、はい、わ、もう小田原がね誇る、うん、ガールズバンドもやってましたよ。田中くんも来てましたね。パーリー、はいはいはい、パリさん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 って名前だったの。パーリーさんたちね。パーリーさんたち、はいはいはい、去年やってましたよね。11月だったね。11月3日文化の日とかって気がするんだよな。うん、そうだった。で、行かなきゃね、やっぱそこは。ゆうじくん来てたもんね。やっぱパーティー、パーリーさんがやるんであれば。誰も呼んでないよそのパリさんって言い方。いや無視できないでしょうよ。まあまあそうね、そんな何があってもいきますよ。いやすごくね良かったんですよ。うん、良かったですね。なんか想像を超えてきてちょっとみんな感動してたもん、うん、してた。なんかいろんな、ね、仕掛けとかもあったんですけれども、だって拓郎来てた、拓郎、あ、ってかうちのメンバーもみんな来てたけど、拓郎、うん、はい、なんか泣いてたもん。泣いてた、うん、いやなんかね泣いた人多かったっぽくて、うん、メンバーが俺ね一番面白かったのがね、仲間の DJ さんがいるんだけど、はい、序盤の子供がなんか踊ってダンスしたじゃない、うん、そこで泣いてたからねそこで一泣きしたからね、やっぱ子供が頑張ってる絵は泣けるっていう、まあまあまあ、とかものね、集大成に、なんかその最後に、ね、向かっていく流れですごいいいなと思いながら、うん、そうだね、あれアンコールだっけ、なんかヒップホップみたいなやつやったの、やってた、アンコールでできた一発目みたいな、そう面白かったあれを見てる、うん、青坊主のホジー君とその仲間の勝俣監督が、はいはい、手を叩いて笑ってたからね。そうだね俺も笑ってたけどなんだあれっていうね、うん、いやすごいパーリーズのね、うん、ワンマンも良かったなと思いながら ね見てましたけれども、はい、はい、まあ、そんな感じでね、お送りしておりますけれども、はい、後半もうトーク後半なのでちょっとトークテーマを変えまして、うん、多分ファンも気になっているであろうことを僕が今こう質問で持ってきたんですけど、はい、ホジタナツアー、今やられてるね、うん、ホジタナツアーにおける2人の関係性、うん、関係性なんて言うんだろう、ほら4人のツアーじゃないじゃない、2人のツアーになるでしょ、うん、メンバーは、はいはいはい、まあ、他のスタッフさんいるかも分かんないんですけど、はいはい、その仲の良さとか食事とか、仲の良さ、仲良い前提なんすか。いや仲いいでしょ、悪いことはないでしょ。まあまあどうなんすかね、うん、まあでもやっぱ4人でいると、はい、青坊主の感じになるのよ、一人一人が。なんか青坊主の藤森、田中、渡辺、佐々木って感じに、はいはいはい、なんのかなって感じするんだけど、はい、やっぱ2人になるとそういう感じじゃなくてちょっと変わるんだ、もっと同級生みたいな感じなのかな。へえ、じゃあもうライブ中もより仲がいいというか、かといって青坊主は仲悪いわけではないけど、いや、なんか悪、うん、一つのなんかあれが外れるんだろうね、青坊主というそうところじゃないところで、そういう感じだと思う。だから、うんうん、ね、青坊主のね、うん、5倍 MC してるね。ああ、しゃべる多分ね、あの
去年一昨年だっけな、はい、あのシャレードでも一回やっていただいたじゃないですか、ホジタナツアー2人で来ていただいて、はい、の時もやっぱ見させてもらって喋、うん、るなと思いながら喋るね、うん、曲よりも喋ってる方が長いのかな。それはそれでやっぱファンは一つ喜ばしいことでもあり、うん、だったら嬉しいですけど、なんか楽しい面もあるんだろうなと思ってる人たちが来るし、うんうん、なんか青坊主よりもまあ規模を少し小さめにやるじゃないですか、まあ、その2人のライブハウスね、うん、そうだね、うん、ってなるとやっぱその売り切れるそのファンがたくさん来るというか、うんうん、それを見に来るファンがたくさんいるからすごくいいなと思ってて、うん、きっとそうかな、いや評判がいいんですよこのツアーなんか、うんうん、楽しいですよ、うん、すごくそうだね、自由にやれてるグルーヴがライブに出てると思う、はい、うわすごく、うん、いいです。ファンはそういうの多分嬉しいから、自分そうかな、うん、はい、ちなみに今の仲の良さはいいんですけど、はい、食事とかってどうするの、うん、これ何がほらメンバーって僕もバンドやってるから食べるよ、死んじゃうもん食べないとそうなんですけどメンバーってさほら4人いるから、まあ、その例えばライブ会場でお弁当があるとかケータリングある場合は除いてなんか食事を取らなきゃいけないと、はいはい、ってなるとさ4人だとさその4用の意見というかあるわけじゃないですか、まあ、バラバラに食べますね皆さん、あバラバラなんだ、うん、一緒には行かない、うわみんな食べたいもんがたまたま一緒だったら一緒に行くと思うんだけど、あ、まあ、藤森は例えば地方行ったら二郎系ラーメン行ったりとかするし、あそう、うん、で俺はそのなんか土地の仙台だったら牛タンとか食べたいなって思うわけで、ホジはどの町に行っても餃子の王将が食べたいのそうなんだ。で、タクロは、タクロはなんか各地のなんか吉野家の味の違いを研究したいみたいな、ちょっと研究家なんですよそれぞれなんだ、そうっていうのがあるからね、あんましその打ち上げとかで飯は一緒に食うけど、うんうん、他は一緒に飯食いことはそんなになくて、でも流れで例えばさ、じゃあその土地のもんが牛タンがなくて、うんうんうん、まあもう時間的に吉野家しか無理だってなったらみんなで吉野家行ったりするでしょ、行く行く、王将行ったりするでしょ、行く行く、もちろんで、ホジと回ってる時は、はい、なんだろうな、でも一緒に行くでしょって2人だったら、あでもね、あのね、ライブが、はい、あの普通のライブハウスの、はい、スケジュールよりもね、入り時間が結構遅いんだよ、ああそっかそっか、リハが短い分ゆっくりでいいのね、そう3時とかなわけ、うん、だから例えばなんかあのこう連チャンでライブすると、はい、割と早めに着くから、うん、なんか5時間ぐらい何もすることねえなとかっていう時は昼飯を一緒に食べるわ、ね、うん、でしょ、うなぎ食った、うわいいじゃない、なんかうなぎ2回食ったわ前回、これちょっとダメだメンバーに言ってないわメンバーで言ってない言えないわ、うなぎを食ってるなんてことは、まあ、普段の青坊主のツアーではね、ちょっとこれダメですね、言ったら電波ちょっとゆうちに喉の潤いが足りねえなっつって行くしかない、うなぎの油です、うなぎの油しかないです、うなぎの油ぐらいがちょうどよくねって話をして行きましたね。いや2人ならなんか、うん、それぞれで食べる理由がないというか、なんか、うん、ね、一緒になんかどうなんだろうね、一緒に行こうよってあれでもないけど自然と行ってそうだよね、自然と行ってる、一緒に行こうよとかは言わないです、恥ずかしいから、うん、あまあそうだよね、一緒にご飯食べない、いやそうなんです、メンバーとかってなっちゃうとさ、ちょっと関係性がさ、ただのお友達とは違うし、そうだね、半分仕事仲間でもあるけれども、うん、まずその会社の同僚とまた違うじゃない、きっと、うんうん、そうだね、なんかいい距離感があるはずなんだよね、まあでも、うん、そうだね、自然と一緒に食ってるよ、まあまあそうだよね、うん、って感じです。結構お笑いの芸人さんとかで言わない、そのコンビでさ同じ新幹線でも席隣は考えらんないみたいな、うん、まあ、聞いたことはあるね、まあ、楽屋別みたいな、それはそこまでじゃ全然ないけど、ね、ないけども、うん、ちなみに僕の、ね、今やっているバンドザ・大丈夫ってあるんですけど、うん、まあそのメンバーでご飯食べようとなったら必ず4人で行くんですよ、あ今のところね、そのメンバーの間柄というか、うん、実際にその、うん、バンドだけやってるわけじゃなくて普段ねあの会社員だったりもするので、うん、集まれる時間が極端に少ないから打ち合わせしながらみたいなのも多いし、うん、移動の際ライブあのライブの日に朝からリハやって、うん、その日のライブ会場向かう間でどっかご飯行こうみたいになるとやっぱおのずとね4人で行くんですけど、うんうん、いいっすね、割れるんですよこれがまたあのどこ行きたいかがねそれが嫌だからみんなバラバラ行くんだから、はい、そうそれが一番揉めないじゃないそうだ、ね、別に何も悪くないし、そういう時はどうするの、なんかやっぱ例えばその土地の名古屋だったら、はい、名古屋っぽいもの味噌カツでもいいんだけど、あ地方行ったらやっぱご当地っぽいものは食べたい、でそこで餃子の王将行こうって言い出すやつがいたらどうするわけ、多分それは僕なんですよ、うん、どちらかというとそのもうチェーン店大好きだから、はいはい、僕はね、そうなるほどね、でどこでも食えるやつでしょ、そう、うん、別に下北にあるじゃんみたいな、そうですね、なるんですけど、うん、そのメンバーのそのパワーバランスみたいなのもあって、
まあ、うちまず年が全員違うのよ、はいはい、一番上がベースのマサという人間がね、はいはい、一番上で、うん、その次僕なんです。おで僕の一つ下がボーカル、うん、松野、うん、で一番下がギター白井、うん、彼だけ20代、あ、そうだいぶ下なんですよ白井は。だからあんまりその白井くんが何かを食べたいっていうことはあんまりないんですよ年下なんで。まあまあそうだ、ね、年功序列だ兄さんたちに合わせますみたいな、はいはい、で僕は明確にあるし結構家系ラーメンを食べたいんですけど、うん、僕以外のメンバーがあんまりその油っぽいものは系の人たちなの、はいはいはい、家系食っちゃうともう明日がみたいな、うん、あのリーダーのマサさんとかね、はいはい、40代なので、うん、でなると大体そのマサさんか松野くんが決めるんですけど、まあそうなんだ、うん、であの松野くんはまあボーカルだし言い出しっぺ、バンドの言い出しっぺなので、はい、まあもうでしかもマサさんとコウスケくん、コウスケくんは芸人だしマサさん元芸人っていうのがあって、はいはい、マサさんよりコウスケくんのが兄さんなの、あの歴的に、はい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 、はい、一番発言権があるのはコウスケくんみたいな、じゃあまあそうなるね、そうマサさんがあそこに行きたいって言ってもあそこ微妙やなってなったらそのコウスケくんに行きたいとこに行けるみたいな、うん、うん、でカメちゃんはその時どう思ってんの、王将行きたいなって1個言っていいですか、うん、バラバラに食え、そうなんだよね、バラバラでいいと思う、いや寂しいじゃん、あ、そういう寂しいってなる、なるなる、だからまだ、うん、だって大丈夫って3年目4年目ぐらいだから、うん、まだ寂しいなって思っちゃうよ、あ、でも昔そうか、そんなこと言ったら俺らも一緒に食ってたかもしれない、食ってたでしょ、そう亀時代、少なくとも僕時代は食べてたもん、うん、みんなで食べてたね、まあ、移動の工程とかその、うん、まあ、その時間の過ごし方的には、うん、一緒に過ごすがよくあった、あったあった、ただあのライブが始まるまでの時間、屋根裏とかで例えばね、そうそうそう、うん、ツアー先もそうなんだけどさ、ちょっと空くじゃないやっぱ本番まで、はい、まあ、あのブッキングライブだったら余計そうなんだけど、うん、その時ってさその、まあ、ずっとライブハウスにいてもいいんだけど出てもいいわけじゃない、うん、そうなると4人で出ることってまずないのよ、うん、なんか、まあ、みんなやること違うからな、そうそうそう、うん、僕がいた頃の青坊主の話ですれば、うん、モーリーはやっぱ真面目だったからずっとなんか練習というかベースを弾いてたイメージがあって、うんうん、してたかも、で大体なんかその僕のケースだと僕とホジ、僕とユウイチ君どっちかで出かけるみたいな、うん、なんか2人で出るイメージがあったんですよね、うん、してたかも、うん、なのでホジタナツアーってもうずっと2人じゃないそうだよ、だからなんかどういう感じで過ごしてんのかなみたいなのはあ、だから俺と当時俺とホジがその一緒に行動することがなかったからでしょ、うん、あんまない、あんま見たことないからでしょ、うん、そうだね、うん、確かにそうやって言われると、うん、いや俺も改めて今振り返ったら、うん、何してんのかなと思うから、うん、そういう時2人で、ね、でも自然となんか一緒にいるだけだと思うけどね、うん、そういうのはでも絶対にファンは気になるから、あ、そうなんですかね、何してんのかなみたいな、何してるのかな、うん、ね、でも一緒にいるだけで別にお互い違うことやってるよ、うん、なんか全然、まあまあまあ、なんだろう、ネットしてたりとか、はいはいはい、本読んでたりとか、あ、本読んだりもするんだ、そうそう、でまあなんか別々のことを隣でやってるだけって感じでね、話す時も話すよね、なんかあれもね、うん、まあそうはね、昨日のM1 見たみたいな、そんななんかね、そういう分かんないけどね、まあ、あのそういう見ないけどもあるかもしれない、ね、あるかもしれないけども、まあまあそっか、ただ食事は2人で取るもんね、うん、主にうなぎを食べてるという、うなぎ、うん、そうですねちょっとね、本当にそうだね、レベルアップしたくて、そう、歌打ち上げも あんまやんなくて、はい、そっか、2人だとあれか、うん、なんかもうライブ中に割と飲んでるから、うん、飲んでるね、そういえばホジタナツアーは、だからね、打ち上げをねあえてやる必要があんましないんだよね、まあまあファイナルとかだったらねまた話は違うのかも分かんないけど、うん、そうだね、うん、そっか、ツアー中はそっか飲んでるしでお疲れっすみたいな、そうはね、だから本当そういう普段の打ち上げであったりとかっていう時の、はいはい、そういうオフって言ったら分かんないけど、うん、そういう雰囲気ももうライブの中に全部入っちゃってる感じかな、へー、そうなんだ、うん、もうつい、先週ですね、うん、京都大阪を終え、はい、もうチケットがもう軒並みソールドアウトなんですよ、結構、ああ、そうみたいですね、おかげさまで、はい、ありがとうございます、明日熊本に行くんですけど田中君、はいはい、うんうん、ソールドアウトですからね、すごいですね、熊本なんてなかなか久しぶりじゃない、うん、行くの、あのバンドでバンドで行ってんのか、昔あれカメと行ったことなかったっけ、僕は行ったことあります、はい、一緒にいるよ、ジャンゴだべ、うん、行ってた、あるあるジャンゴだべって言うんじゃないか小田原の民の言葉、あのね、うん、でそれを含め、はい、俺ら多分ね
全部 3,4 回ぐらいしか行ったことないと思う。で今回が4回目か5回目とか、そういう感じと思います。でもこうやってね、久しぶりに行ってチケットが売り切れるっていうんだから ね、 ね、嬉しいですね。熊本の皆さん、はい、週末は熊本と福岡が入っていて、はい、また来週からね北の方に行くわけですけれども、そうですね、こちらもね楽しみに。こちらは現段階ではチケットが売り切れてない、うんうん、仙台かな、はい、仙台、宮城、宮城、そうですと北海道は売り切れてないふうに見えますけど、うん、そうだね、実際この2月7日の時点ではちょっとどうか分かんないの で、 そうです、ね、詳しくはまあホームページを見てもらえればっていうのはね、はい、いただいて一番ありますけれども、うん、はい、というわけでそろそろ曲に行くタイミングになりましたが、はい、次田中君選曲ですが、はい、なんかまた難しそうなとこ来たね。難しくないよ。いや僕ちなみに雄一君の選曲はすごく好きで、あのすごく、うん、なんだろう、センスがあるさ、あれだけどすごくいいなと思ってますので、うん、はい、楽しみにしてました、はい、じゃあ解説した方がいいですか、うん、あ、解説しましょうか。あ、解説します、はい、あ、いいですよ。何これ、なんだこれ、ダーティープロデクダーティープロジェクターズ、プロジェクターズか、ダーティープロジェクターズっていうアメリカのバンド、バンドなんだ、はい、ですごい好きで前から、はい、なんかねちょっとヘンテコなバンドなんですが、ヘンテコなの好きよね、ヘンテコな、バランス悪いんだけど、うん、悪いなんかなんつうかな、バランス悪いってそのアンサンブルのバランスがちょっとヘンテコで、へー、ちょっとバランスがなんかすごくね、うん、変わってるんだけど、はい、すごくバランスよくバランス悪いんだよ、へっていう、なんて言ったらいいのか分かんないんだけど、うん、それが心地よさ、心地よいです、へ、はい、で、それのバンドに一緒にリードボーカルでね、ビョークが参加してる、僕ビョーク、はい、グズムンドゥドゥッティルさんですね。あ、そう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 、はい、正式名称ね、はい、よく知ってるね。そうなのよ。で、はい、ダーティープロジェクターズがもともとなんかこう三部構成 の、 コーラスも入ってるような、もともとすごくコーラスがね、はい、こうクローズアップされてるようなバンドなんだけど、そこにビョーク入って、これもすごくねコーラスワークがかっこよいです、はい、とても、へ、ちょっとなんかこうおとぎ話感もありつつ、うん、なんだろうな、すごくね壮大な感じがする、大好きな曲ですね。じゃあ聴いてもらいましょう、はい、曲紹介お願いします。はい、ダーティープロジェクターズ&ビョークでオン&エバーオンワード。はい、聴いていきました、ダーティープロジェクターズ&ビョークでオン&エバーオンワードでした。はい、あ、ライブ告知、ライブ告知の BGM が入ってました。あ、これなんですか、もうそれが、はい、これライブ告知用の BGM なんで、はい、じゃあゆういちくんからライブ告知ですが、はい、ほじたなツアー、そうですね、半月酒場あわつむぎの旅というのを今やっておりまして、はい、1月の28日火曜日、埼玉モルタルレコードから始まった、はい、今ツアーは、うん、2月1日京都、2月2日大阪を終え、うん、今週末、うん、熊本福岡、うん、これはいいね、九州ブロックですね、はい、遠いしチケット売り切れてるんで小田原から考えた場合、あ、そうですね、そうですね、小田原から、まあ、で来週が宮城、はい、北海道もあるのですが、遠いですね、これもちょっと小田原が遠いんで、はい、2月23日曜日、はい、静岡のライブハウス、うん、あ、近いですね、それはウフ、ウフですね、ウフ、はい、はい、静岡が比較的近いところにあるんじゃないかと、はい、ありますね、うん、そのあとは次の日が名古屋かな、はい、愛知県、はい、名古屋もね頑張れば新幹線で来ればね、そうですね、近いです、チケットはまだ今のところ表記上は空いて、うん、ありますが、ね、ちょっと2月7日の段階であるか分かんないので、うん、ぜひちょっとオフィシャルサイトから、うん、調べて見ていただければと思います。うなぎも美味しいしね、名古屋ね、うなぎばっか食べるツアーじゃんそれひつまぶしね。2月の28日金曜日、神奈川新江ノ島水族館、おー、素晴らしいところで、チケット売り切れておりますけども、あ、ありがとう、江ノ水でライブできるんだね、うん、水槽の前でね、ねやるんですけども、去年いつだっけ、一昨年一昨年僕行きましたよ、それ見に、楽しかったね、あれはすごい良かったよ、うん、今年はね、はい、あれをさらにレベルアップさせて、はい、なんかイルカショーとイルカショーついてんもんね、どこまで行くんだっていう感じなんですけど、ちょっと江ノ水 の、うん、方といろいろ協力して、江ノ水がすごいわ、単純になんかそうだね、いろいろやってこんなに協力的だにねしてくれて嬉しいですけどね、えイルカショーで青坊主の曲を流しながら見られるみたいな、はい、イルカショーをやるんですか、はい、すごくどんな感じになるのかすごい楽しみなんですよ、殴れとかやるんじゃない曲選んでくださいって言われたけど、うん、殴れは頭になかった、だからね、それは殴れ違ったね、どこら辺の曲やるんだろう、すごい聞きたいけど、それはちょっと本番の楽しみですよ ね、うん、そうだね、はい、皆さんもファンの方はね想像されると思いますけれども、はい、翌日2月の29日土曜日、三軒茶屋バー、四軒茶屋というね、はい、ちょっと変わった名前のバーで、ややこしいですね、はい、こちらも多分チケット売り切れるんじゃないかな、うん、今日現在じゃチケットまだ発売になってないんですけれども、うん、多分売り切れるので、そうそうそう、ちょっとその先のこれちょっと触れましょうよ、おい、来週も触れたいんですけど、うん、
3月28日土曜日、29日日曜日、渋谷エッグマン 2days で行われます、うん、青坊主ライブ2019なんだよこれね、はい、え、誤植じゃないもんね、誤植ですね、あの2020ですね今何を見てるのかな、ホームページ、あー、ページ、これでうちの公式を見てるのかな、音もそうですね、そうですね、音は2019ではなく誤植ですよね、はい、後で直させますスタッフに2020音元、はい、藤森ノットデッドと渡辺ノットデッドという 2days がなんかすごいタイトルですね、いやこれあの噂だったですよ、うんうんうん、はい、いつだっけ佐々木ノットデッド、年末か、去年末の、はい、12月29かな、はいはい、にやってましたよね、うん、佐々木ノットデッドというでメンバーの名を冠したライブですね、はい、あんまやったことないんですが、そういうメンバーをクローズアップするライブっていうことで、保持プロデュースだったってことでしょ、その日は、その日はね、うん、でしかもさ、あの、うん、前回のツアーが化石ノットデッド、そうですでもね、そっから引っ張られてるよね、佐々木と化石で、そうだよ、で去年はねそれだから何をやってるんだよと思いながら、化石ノットデッドと佐々木ノットデッドで佐々木のことやろうっていうふうに言ったら、うん、次のその名前も藤森ノットデッドってもう引っ張られちゃって、いやいや、すごくでも、うん、佐々木ノットデッドはすごく評判が良くて、はい、さらにあの年明けに発売になってる、発売じゃないか、再販もかかりつつ、うん、あの福袋の袋もさ、なんか佐々木ノットデッドって書いてあって、あ、そう、その時に作ったグッズ、はいはい、をですね、はい、あの福袋に取り入れたんで、はい、面白いですね、あのグッズもまあまあ売れたみたいですね、あの T シャツとか、ね、そのさ、まあまあ売れたって言い方なんですか、いやいや、なんて言うんだろう、プロデューサー的な目線で情報が出た時にさなんだこのグッズっていういや、もちろんファンの方で喜んだ方もいるんですけど、うん、なんかあのお前だってツイッターで、うん、頭狂ってんのかってすげえこと言ってくんな、なんか違う違う、星が多分先に言ったんだよあれ、うん、あの僕は狂ってなどいないって、などいないって言ってたから、ね、いや狂ってるよこれっていう風なちょっとアンチテーゼ的なニュアンスでね面白かった、でもすごく、うん、やっぱ評判が良くて、うん、すごくね、あのグッズはやっぱね、はい、青坊主を好きだっていう人には受け入れてもらったみたいです、ね、あのすごくホジの手書きのねイラストが、はい、あれ可愛かったよね、うん、そんなホジ君が言っていた一言で、しかもその佐々木ノットデッドで1曲目にやられた曲を、はい、最後に1曲聴いてお別れしようかと思いますけど、うん、いいですかね、はい、聞いてもらいましょう、はい、青坊主で僕は狂ってなどいない、はい、聞いてきました、青坊主で僕は狂ってなどいないでした、はい、アルバムフォレストーンから聞いていただきましたが、はい、1曲目からこれだからね、ファイダーのツアーね、すごいですよねいきなりだいぶ攻めてるそう、攻めてるかな、でももう1曲目が始まった瞬間の歓声がやばかったって聞いてましたよ、うん、あ、すごかった、なんかやっぱみんな、あ、みんなそれが食いたかったんやな、分かってた、分かってんだろうなと、寿司屋で行ったらもう一品目からカリフォルニアロール出てくるみたいな感じの創作料理かっていう、うわーみたいなね、ちょっとね準備できてねえよみたいな、いやなんかでもすごいそれが、はい、あのみんな逆にそれを受け入れてくれるって感じで、はい、楽しかったです、ね、このパターンのライブが3月28日パターンというかね、28日土曜日、29日日曜日、渋谷エッグマンで、うん、藤森ノットデッド、渡辺ノットデッドと 2days で行われます、はい、これもね各メンバーがプロデュースというか、ね、そうです、選曲したりとか、ベース藤森とドラム渡辺の、あ、どっちも夜に染まるというね、うわ、藤森が気になる、はい、個人的には、あ、そう、うん、タクロももちろんタクロがめちゃめちゃ疲れる曲やってほしいんだけど、うん、藤森曲はなんか良さそうそうだね、はい、多分佐々木の青坊主の曲の方向性で言うんだったら、はい、うん、佐々木ノットデッドのすごい対局っぽい感じになるのかな、う、ね、まあ、どうせやんだったらそういう感じですよね、そうだよ、まだね俺もどうなるのか分かんないんだよ、まあまあそうだよね、うん、まだね3月の話だからね、だいぶ先だし、はい、まあ、藤森君がどう考えてるかも楽しみにしたいと思います、うん、はい、それではこの時間はお送りしたメンバーをもう一度紹介したいと思います、パーソナリティは私、ライブハウス小田原シャレとかめさしと、ゲストには青坊主から田中雄一君でした、ありがとうございました、ありがとう、来週もまたね、はい、来ていただけるということで、来週もたくさんお話をしていこうと思います、うん、お願いします、最後アディオスアミーゴで締めてるんで、あ、わかりました、アディオスアミーゴ系いいですかね、それね、はい、はい、それでは来週も金曜夜8時お送りします、人も聞いてください、じゃあまた来週、アディオスアミーゴー、いいね、上がってきた